サルブタモールは短時間作用性、ベータにアドレナリン受容体刺激剤であり、喘息や慢性閉塞性肺疾患における気管支痙攣のリリーフに使われる。米国ではアルブテロールと呼ばれる。サルブタモールは世界中で最もよく処方されている気管支拡張剤であり、吸入、蛍光の形で投薬される。 吸入によって投与された場合、気管支ひらな目筋に直接効果をもたらし、速やかに気管支ひらな目筋を叱喚させる。吸入開始後ある程度のリリーフはすぐに見られるとはいえ、サルブタモールの最大効果は5から20分の間に起こる。サルブタモールは気管支ひらな目筋の他に、子宮ひらな目筋も叱喚させるため、相残防止のために、静脈注射で投与されることもある。また、 ベータ刺激剤の副作用として脂肪燃焼、骨格筋増強の効果があり、海外ではダイエットやボディビルディングの目的でサルブタモールの錠剤が使用されることもある。1960年代に英国ウェアのグラクソシャーレンハンベリーズ部門によって開発、研究された。1968年にはネイチャー史に 当時全息治療に用いられていたイソブレナリンと違って心拍数や血圧への作用を持たない気管視覚調剤として発表された。サルブタモールは1969年に英国でベントリンの名前で販売され、1980年には米国でベントリンが承認された。日本では1973年にベネトリンの名前で販売された。 サルブタモールは特に以下の症状において使用される、ベータに刺激薬として、サルブタモールは酸化においても使用を見出されている。サルブタモールの静脈注射は、早産を遅らせるために、子宮平ら目筋を主観させる目的で使われる。アトシバンやリトドリンといった薬よりは好まれるが、その役割の多くはより効果的で、より、忍ぶ広姿勢が良く、傾向投与できる、 カルシウムチャンネル阻害薬にフェジピンによって取って変わられている。他の β にアドレナリン受容体刺激剤と同様、サルブタモールは β にアドレナリン受容体との相互作用を通して効果を持つ。β にアドレナリン受容体は7回膜貫通型の G タンパク質強薬受容体である。この受容体に結合したサルブタモールは G タンパク質のコンフォメーションを変化させ、 アデニルンシクラーゼの活性化を導き、アデニルンシクラーゼはアデノシンリン酸の、環状アデノシン1リン酸への変換を交差作用する。キャンプは、プロテインティナーゼ A を活性化させ、プカはヒラナメスジの死管を導く。軌道において、β2 需要体の活性化は、気管支ヒラナメスジの死管を引き起こし、軌道を拡大させる。子宮においては、β 二受容体の活性化が、 地球ひらな目筋の疾患を引き起こし、出産を遅らせる。β2 刺激剤は、β1 受容体より、β2 受容体に高い親和性で結合するために、β2 選択性が実現されているという説明が、なされることがあるが、サルブタモールの場合は間違いである。サルブタモールの β2 受容体への結合性は、β1 受容体へのそれの0.63倍であり、 かえって β1 への結合性が強い。しかし、サルブタモールの気管視覚調作用は、新規更新作用に比べて17倍高く、心臓への作用が出ないごく少量で十分に、気管視への作用を持つ。すなわち、この薬の β2 選択性は作用選択性である。サルブタモールは、とりわけ、テオフィリンといったそれ以前の治療法と比べたときに、忍ぶ広し性が良い。 しかし、すべての薬物治療と同様に、薬の副作用が起こる、可能性が存在する、特に大量吸入、または、傾向や、静脈注射で投与されたとき、ありふれた副作用として、震え、動機、低血圧、および頭痛がある。まれな副作用として、頻脈、筋痙攣、興奮、低カリウム血症、耳鳴り、子供の過剰運動、および不眠がある。 2007年、神奈川保健省の健康製品食品局は、早産防止のために、ベントリム点滴で投与された妊婦が狭心症を発する危険性について警告した。サルブタモールのマイナスエナンチオマーは全速に処方されたステロイドの抗炎症作用を阻害する。ところが、低エナンチオマーは、ステロイドの作用を刺激し、二つの異性体の全体作用は明らかではない。 近年、全息患者の遺伝子多系と薬の効力の関係についての研究が行われており、サルブタモールについてもその効力とベータにアドレナリン受容体の遺伝子多系との間に関連性があることが明らかになっている。複数の薬理遺伝学的研究によると、受容体の遺伝子型がグリ16ホモである。 全速患者に比べて、アーグ1 6ホモ及びヘテロである患者はサルブタモールに対する応答が良い。ただし、高シアンと日本人ではその通りであったが、インド人とアフリカ系アメリカ人では異なった結果が出ている。グリ16、アーグ1 6多系とサルブタモール効力の間に関連があることは確かだが、単純な関係でないことが示唆されている。また、 グリ16ホモの患者においてのみサルブタモールの常用によるピークフローチ現象が見られたという研究もある。さらなる薬理遺伝学的研究と受容体遺伝子の多型がサルブタモール効力に影響する機構の解明が待たれるが将来的に遺伝子診断に基づいてサルブタモールが処方される日が来ると考えられている。サルブタモールには 骨格筋の強度と耐久性を増す作用がある。そのため、他の β 刺激剤とともに、タンパク同化剤として、多くの競技会の禁止薬物リストに載せられている。世界アンチドーピング機関のリストでは、吸入仕様に限って、治療目的使用の申請をすれば認められる。ただし、尿中サルブタモール濃度が1000何、リリトル以上の場合は異常値として扱われる。 2007年イタリアの自転車競技選手、アレサンドロペタッキは、ジロで、イタリア大会中のドーピング検査で1320、何、ミリリットルのサルブタモールが検出されたため陽性と、され、出場停止を受けた末に、チームから解雇された。サルブタモールには、脂肪燃焼効果と、骨格筋、増強効果があり、海外では、ダイエットや、ボディビルディングの目的で、 サルブタモール錠が使用されている。ボディビルディングの世界では、同じベータに刺激剤のクレンブテロール錠が使われて、いたが、豚肉からの摂取による食中毒事件によって、クレンブテロールの心臓への副作用がクローズアップされたため、代替薬としてサルブタモールも使われるようになった。クレンブテロールと同様にサルブタモールも大量摂取すると心臓への副作用のリスクがある。 しかし多くのボディビルディングに関するウェブサイトは副作用を少ししか紹介していないので注意が必要だ。容量は使用者によってまちまちであるが、一般に 2mg、日の範囲で始まり、16mg、日、または副作用が現れるまで増やすとされる。なお、吸入によって摂取されるサルブタモールは微量なため、高容量でも筋持久力は変化しない。 アメリカ食品医薬品局は2005年4月にすべてのクロロフルオロカーボンを含むすべての吸入剤が2008年12月31日までに米国で禁止すると発表した。CFC 吸入剤は以前は CFC 製品の禁止を免れて必須の地位だったがモントリオール議定書に従ってそれらは段階的になくなることになる。 米国以外の多くの国の患者は大体フロンベースの吸入剤へと移行している。製薬会社は2009年までにハイドロクロロフルオロアルカン吸入剤の適切な供給品を生産すると予想される。HFA 吸入剤への移行の一つの欠点は患者の制限のためにすべての HFA アルブテロール吸入が商品名であるということだ。 それらは既存のジェネリックな CFC アルブテロール吸入剤より1吸入剤あたりおよそ20ドル余計にかかる。既存の特許のためにジェネリックな HFA アルブテロール吸入剤は2017年より早く市場に出ないと予想される。ただし一部の製薬会社は HFA 吸入剤を買えない患者に値引きを提案するだろう。 HFA 吸入剤への移行の利点は、遠域軌道における薬剤沈殿の増大、ほとんど空の管からの一定した薬剤喪失、より大きな管の温度範囲での一定した薬剤喪失を含む。HFA 吸入剤の噴霧力が CFC 吸入のそれより小さいことにも注意すべきだ。これは一部の患者に十分なアルブテロールを受け取れないかもしれないという誤解を与えている。 実際は彼らは蒸気のごとき利益を受けている。日本では CFC を含む吸入剤は2005年に全廃されている。将来的に温暖化物質である HFA の使用も禁止される予定でドライパウダーによる吸入剤に移行していく見込みである。サルブトモール硫酸塩は日本では以下の商品名で販売されている。全速発射時の対象療法用として サルタノールインヘラーが多数の喘息患者に処方されている。多くの処置室では、ネブライザー用のベネトリン吸入液が常備され、喘息患者の発作時に使用されている。デボサルブタモールは、ゾペネックスとして米国などで販売されているが、日本では未承認である。サルタノールインヘラーグラクソスミスクライン社からは、サルタノールインヘラーの商標名で、気管支喘息の発作時に用いる。 基幹資格腸薬として発売されている。ベータ刺激薬としては、同社より発売されている、セレベントもあるが、形態、作用時間が異なる。共に吸入薬ではあるが、サルタノールは液体が透かして吸入する一方で、セレベントは乳糖を、主とした媒体と共に、粉末のまま吸入される。サルタノールは、短時間しか作用せず、 気管支喘速発作時のリリーバーとして用いられるが、セレベントは発作を防ぐコントローラーとして用いられる。ありがとうございます。